アメリカツアーと日本のツアー、まずどちらが最初だったんですか？日本ですか？アメリカですか？其实我转プロ以后，转职业以后，我81年我是先到日本来参加日本的这个比赛，但是因为那个时候我没有资格，就是没有每一场比赛没有资格嘛。所以我都要打那个会外赛，就是 Monday Qualify。但是就是打了四五场以后，我很幸运就在那个 Sapporo Tokyo 赢了冠军。然后后来83年以后，我决定到美国去试，就是那个市场试看看。其实我的感觉，当时日本跟美国这两个 tour 的水准都差不多。陳さんが今若手育成を台湾でされているということです。具体的にどういうことをされているのか教えていただけますか？我现在在一个台湾的一个叫东华球场，我们里面有一个就好像这个 Golf Academy 一样，我们培育的一些年轻选手，然后就是让他们在我们球场里面练球，然后选手。都慢慢慢慢一直都有成长，这是我们以后想培养的一个选手的一些目标。还有一件事情，我特别要表达一下，就是 Threebone 这一家公司啊，在8年前我当 PGA 理事长的时候，他就支持我。在台湾创办的一个叫 Threebone Challenge Tour。プロゴルファーとしてまた指導者としてのこう抱負を聞かせていただきたいと思うんですけど。当然我刚刚有讲过，我现在在一个球场里面当东华球场当负责人嘛，总经理。所以我的抱负是想说，我要把这个球场把它。就是改造成台湾最好的球场之一，然后利用这个场地再来培养一些好的选手，在我们这个球场里面来让他们学习啦，磨练更多临场的经验，这样子。やはりそのアジアの一員として、アメリカやヨーロッパに選手を送り出していくっていうことができればいいなというふうに思いますし、まあ私個人としてはどっかで選手とは一区切りしなきゃいけないだろう。そうなった時に、若い人たちにゴルフをやることによって、人生が豊かになる。そういうことをやっぱ教えていけるような指導者になっていければいいかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。